こんばんは、宮沢です。今日もツラッとストラはこういったの続きのお話をしていきます。テキストは岩波文庫版のツラッとストラはこういった上ですね。上下巻になってます。上です。前回は精神の三変化についてお話ししました。人間の精神はですね、最初ラクダなんですね。重いものを背負って砂漠を辛抱強く歩くラクダみたいなもんだと。で、あらゆる達成感を自分に禁じて惨めな暮らしをすることで、その忍耐強い精神がいつか、まあ報われるというかですね、尊敬されると思って辛抱強く生きてる精神だと。で、第二変化がですね、起こると。まあ砂漠の中を歩いてると第二変化が起こって、そこで精神は獅子になると。獅子っていうのは我は欲するっていうですね、強烈な欲望を覚えると。で、欲望することで自由になると。しかしその自由にの前にですね、竜が立ちはだかるんですね。この神の使いみたいな竜が出てくると。で、この竜はですね、今まで精神を支配してたものであると。で、この竜は竜の名前がですね、汝なすべしなんですね。義務感みたいな、まあ定言的名法ってやつですね。関東哲学のことをみたいに聞こえますけど、汝なすべしと。まあこれキリスト教、まあ、一番ローマンカソリックのことだと思いますけど、ニーチェは一生ローマンカソリックと戦った人ですからね。まあカソリックの教えですね。汝なすべし。まあ、婉曲的に言えばニーチェにとっては、カント哲学もそのうちに入るんですけども。まあこの竜が現れると。しかしこの竜っていうのはもう、幻だと。妄想だと。C の産物だと。砂漠に出てきたようであって我々の敵ではないと。で、精神は獅子となって自由となると。自由を手に入れると。これ重要な考え方なんですね。人間、まあ僕が尊敬してる、いいこと言ってんなと思う斎藤ひとりさんも、正当なる欲を持てっていうんですね。これだからベンツに乗りたいとか、モデルみたいな女性をドライブしたいとかですね、女性で言えばその宝石買いたいとか、そういう欲望、正当なる欲は持たなきゃいけないってですね。これまあニーチェ哲学に通じるんですけど、自分の欲望まで否定しちゃうと本当に人間って奴隷になっちゃうんで。奴隷ってどういう状態かっていうと、もう借金まみれで自分の欲しいものも買えない、返済にお金が回っちゃうような人が奴隷ですね。そうなるとですね、もうラクダですよ。一生懸命辛い思いして生きていくだけの存在になっちゃうんですね。砂漠の中を荷物背負って歩いていくラクダになっちゃうんですよ。で、ニーチェも、まあ斎藤ひとりさんもそうですけど、欲望を持たないと自由になれないって言うんですね、人間は。それがまあお金が欲しいとか、モテたいとかですよ、出世したいとか、ベンツに乗りたいとか、エルメスのバーキンが欲しいとかですね、そういう気持ちが、重要だって言うんですね。それがないと人間って自由になれないと。欲望を持ってることが自由なんだと。欲望を否定してしまうと人間は自由を失ってしまうって考え方なんですね。これ重要なんですね。だから今のまあヒット期前だと堀江貴文さん、堀江門とかですね、まあ最近だと湯沢翼さんですかね、ああいうなんか欲望に忠実な人みたいな、ああいう人に喜ばれる風潮はあるんですけど、まあもっともなことなんですね。多くの人はだってああなれないですから。でもああいう成金満載の六本木ヒルズに住んでるような人たちを見にくいなって思うのは、あれが人間の生き方じゃないって思う我々の心があるとしたら、ニーチェ曰くそれはラクダ側の心ですね。
清く貧しく生きることが素敵だっていう考え方は一見正しそうに見えるけれども、実は自分を奴隷として追い詰めていく考え方だと、自分の欲望を否定して自由を自分から断念してる考え方だっていうのがニーチェの考え方なんですよ、これ。で、その製品がいいとか、なんていうんですかね、苦労することが尊いと、報われるか報われないかどうでもいいと、苦労にこそ清く貧しく苦労することが一番尊いっていう、この考え方の屈折したところがですね、人間の自由を奪ってるって言うんですね。だから欲望に忠実である獅子、ライオンなれって言うんですよ。で、我は欲する、獅子の精神は我は欲するって叫ぶってことですね。なんですけども、獅子であって自由であることでは十分でないとニーチェは言うんですね。新しい価値を創造しなきゃいけないと。新しい価値を創造するのは、これは精神の再三段階目としての幼子だって言うんですね。赤ちゃんみたいになることによって世界を自分の力で新しく創造することができると。世界を失ってたものは赤ちゃんになることで自分の世界を獲得すると。まあ本当に人間ストレスがあってもう精神状態おかしくなれば、なんていうか気が震えて赤ちゃんみたいになると思いますけども、まあニーチェも晩年そうなっちゃっちゃったんですけど、まあ幼子になるってことはまあ狂気の淵に沈んでいくってことに近いんですけど、まあニーチェはそうなっちゃったんですけど、まあ実はその自分で自分の新しい価値を創造する、まあ何ですかね、芸術家とかなんですかね、まあそういう新しい価値を創造する人間っていうのは赤ちゃんみたいなもんだと。獅子が自由になることはできても価値は創造できないですね。赤ちゃん幼子は新しい価値を創造できると、そういうことを精神の3段階変化ってことで話してました。まあ今まで私が何度も話してるマズローの欲求5段階に合わせればですよ、ラクダであることは生存欲求、なんですかね、安全欲求、生理的欲求のレベルで生きてるぐらいですよ。で、獅子になることは社会欲求、まあ愛の欲求、承認欲求ですね。で、幼子になることは自己実現欲求ですね。幼子、赤ちゃんになって何々でありたいと、新しい価値を創造したいと思うのは自己実現欲求の段階だと思います。まあそれが精神の3段階、マズロー流に翻訳すればそういうことですね、いうことです。今日はですね、41ページ徳の講談についてお話しします。まあニーチェ哲学の方は説明するのは楽ですね。で、カントの方はちょっと例えをいっぱい自分で考えなきゃいけないんでめんどくさいですけど、もうツラトスラに至って全部例えなんで、過激な例えだけで成り立ってる本なんで、まあサクサク解説できて1日3つぐらい音声作れそうな感じですけども、聞いてる方が大変だと思いますけど、今日は徳の講談に行きます。41ページ。サラトストラは人々がある賢者を褒めそやすのを聞いた。この賢者は眠りについて、また徳について巧みな説教をするということであった。賢者は非常に崇められ報いられ、青年たちがこぞってその講義を聞きに来るということであった。サラトストラはこの賢者のところへ行った。そして青年たちに混じってその講壇の前に座った。さて賢者はこう言った。睡眠を敬い恐れるがいい。これが第一のことである。そしてよく眠れない。夜中に、ね、目を覚ましている者と付き合うな。盗人でさえも人の眠りを妨げることを恥じている。夜中に盗人は足を忍ばせて歩く。しかし、夜晩は恥知らずだ。恥知らずにもその角笛を吹き回る。眠ることは決して容易な技ではない。そのためには何しろ一日中起きていなければならない。また一日に十回もあなたは国旗に勤めなければならない。そうすれば心よい疲労が生じるが、それは魂を眠らせるアヘンなのである。十回もその上あなたは自分自身と和解しなければならない。なぜなら国旗するだけなら
苦痛が残るから。そして和解しないものはよく眠れない。中の真理をあなたは昼間のうちに見つけ出さなければならない。さもないとあなたは夜になって真理を探し求めるということになる。あなたの魂は空腹のままである。10回もあなたは昼間のうちに笑って快活を持ち続けなければならない。さもないと夜になって胃がこの優秀の父があなたを邪魔するであろう。知る人は少ないがよく眠るためには我々はすべて徳を持たなければならない。この私が偽証するだろうか、私が勧誘をするだろうか、隣人の橋ために色情を抱くであろうか、こうしたすべては良い眠りとは折り合いが悪いのである。またたとえすべての徳を持ったとしても我々はなお一つのことを心得てなければならない。それは徳をも叱るべき時に眠らせるということである。そしてこれらの美徳、これらのご婦人方が互いにいがみ合わないためだ。あなたをめぐっていがみ合いが起きたらあなたは飛んだ浮き目を見る。神と争う前、隣人と争う前、良い眠りにはそれが必要だ。そしてなお隣人のうちに潜む悪魔とも仲良くすることだ。さもないとこの悪魔は夜な夜なあなたを脅かす。関権を敬い服従しなさい。たとえ曲がった関権でも良い眠りにはそれが必要だ。権力がともすれば曲がった足で歩くのを私などにどうすることができようか。これで42ページ前ですね。眠りを説明する賢者っていうのは出てくるんですね。眠りが、睡眠が一番大事だって言うんですね。夜眠れない、夜眠ることが一番尊いって言うんですね。だから昼間一生懸命真理を見つけて夜眠れと。よく眠るためには全ての徳を持たなければいけないって言うんですね。で、神と争うなと、隣人を争うなと、眠れなくなるからと、眠れなくなるようなことをするなって言うんですね。で、官権を病服従しろと、官権、まあ官僚や憲兵、警察を病って服従しろと。たとえ曲がった官権であっても良い眠りにはそれが必要だと言うんですね。だからまあ現実を受け止めて眠ることだけを喜びとして生きる、生理的欲求だけ満たし生きる、それが一番重要だっていう説教をする賢者が非常に崇められて、青年たちがこぞって講義を聞きに来たと。まあその講義をサラトストラも聞きに行くんですね。まあこれ誰のこと言ってるの、まあヘーゲルのこと言ってるんですかね。ヘーゲルってまあそのヘーゲルっていっぱい弟子がいたんで、ヘーゲル哲学のことを睡眠のための哲学だって言ってんのかもしれないんですけども、まあその官権を敬い服従しなさいっていうのはこれはソクラテスのことを言ってるんだと思いますけどね。独裁を仰いで間違った官権の命令でも従って独裁を煽って死ぬっていうのはソクラテスの考え方ですからね。まあそんな眠ることが一番重要だと、睡眠を敬えっていう徳があると、徳がないとよく眠れないと、よく眠るために徳を積めっていう考え方ですね。で続きです。43ページ。羊の群れを肥沃な草原に連れて行くもの、これが私には最善の牧羊者と考える。彼のすることは良い眠りと折り合いのいいことだ。私は多くの名誉も大きな財産も欲しくない。そんなものは脾臓に炎症を起こさせるだろう。さりとて良い評判といくらかの財産がなくてはよく眠れない。私には小さな付き合いの方が悪い付き合いより好ましい。しかも時を選んで適当なだけ付き合うことが大事である。そうすれば良い眠りと折り合いがいい。心の貧しい者も私は大好きだ。彼らは眠りを促進する。精神の貧しい者は幸いなものだ。とりわけ我々が彼らの言うことをそうだそうだと聞いてやれば。徳のある者はこうして昼が過ぎてゆく。ところで夜が来たら私を眠りを呼びつけないように気をつける。眠りは人に呼びつけられるのが好きではない。眠りはもろもろ徳の主だからだ。むしろ私は自分が昼のうちにしたことや考えたことなどを考える。私は
お牛のように根気よく反芻しながら自分に尋ねる。お前の銃の克服はそれにしても何であったか。また銃の和解と銃の真理と、私の心を和らげて銃の笑いは何であったか。そうしたことに思い巡らし、四十の考えに揺られていると、不意にあの呼びつけられないもの、もろもろの徳の主たり眠りが私を訪れる。眠りは私のまぶたを軽く叩く。まぶたは重くなる。眠りは私の口に触る。口は開いたままになる。誠の眠りはこの盗人の中で最も愛すべき盗人は、柔らかい足の裏を押してやってくる。そして私の考えを盗む。私はこの砲弾のように鈍重に立つ。いや、もう長いことは立っていない。私は早くも横になる。こうやって賢者が語るんですね。眠りの哲学を語ります。まあ、小さな付き合いの方が悪い付き合いより好ましい、時を選んで適当なものだけ付き合うのが大事である。財産が多すぎても大きな財産欲しくないと。さりとて良い評判といくらかの財産がなくてはよく眠れない。まあ、これはまあアリストテレスのこの中庸っていうんですかね、そういう哲学を草してるんですね。まあ、これここの考え方は最初に言ったおしまいの人間たちに近いですね。もうあまりに過剰なものも嫌だし、少ないものも嫌だと。ちょうどいい生活で誰にも邪魔されないで、パズドラだけやってコンビニ弁当食べながらずっと暮らしていきたいみたいな人がいるって、これはおしまいの人間だって、何も求めないけど貧しいのは嫌だってですね、偉くなるのはめんどくさいと、さりとてバカにもされたくないと、目立たぬように恨まれないようにみたいな、そういう生き方ですね。そうすればよく寝れるって言うんですね。で、そのよく寝れるに十分な徳を積むと。で、眠りが来ればもう待ってですね、深く眠れって、こういう哲学をしゃべる賢者がいるんですね。で、44ページの5行目ですね。賢者がこのように語るのを聞いた時、サラトストラの心中には笑うものがあった。というのは、聞きながら彼には悟るところがあったからだ。彼は我と我が心に向かっていった。この40の考えに揺られている賢者はどう見てもアホだ。しかし私は信ずる。彼は本当の眠りに長けているものだと。この賢者の近くに住む者はそれだけで幸福だ。このような眠りは伝染する。厚い壁をも通して伝染する。彼の講談にさえ眠りの魔力がこもっている。青年たちはこの徳の説教者の講義を聞いたのはそれだけのことがあった。彼の知恵はすなわちよく眠るために目覚めてあれということだ。そして全くこの人生に何の意味もなく、私も無意味を選ぶことに落ち着くのだったら、私にとってもこれは最も選ぶに値する無意味というものだろう。今私は明らかに知った。かつて人々が徳の教師を求めた時、何よりも求めたものは何だったかを。良い眠りを人々は求めたのであり、そのためにアヘンの所得を求めたのだ。名声高いこれらの講談の賢者たちにとっては知恵は夢のない眠りであった。彼らはそれ以上の人生の意味を知らなかったのだ。教美伝もまたこうした徳の説教者に似ていて、しかし必ずしもこれほど正直でない者は何人もいる。しかしこれらの連中の時は過ぎた。彼らはもはや長く立っていられない。早くも身を横たえている。幸いなるかな眠き者よ。その人も間もなくこくりこくりとうなずくであろう。サラトストラはこう言ったということです。まあ、眠りの哲学をと言ってるわ。これを聞いてるうちに、サラトストラはこいつアホだって思うんですね。だけどここに集まってるものも幸福だし、この賢者の近くに住んでる人も幸福だと。彼の講義には眠りの魔力がこもってると。まあ、僕の喋ってることも寝る前に聞いてるんで、これでよく眠れるのかもしれないですけど、まあ、眠るための知恵ですね。よく眠るために昼間目覚めてろって。
まあ、人生には何の意味もなく無意味を選ぶことによってつくんだったら一番いい教えだと、この賢者の言うことは、かつて人々が徳の教師を求めた時、何よりも求めたのは何だったのかを、良い眠りを人々は求めたのであり、そのためのアヘンの所得を求めたのだ。これ僕が大学の哲学の授業を最初に取った時にカント哲学を教わったんですね。でもう退官寸前のおじいちゃんかなんかに教わって、2,000〜3,000円する教科書買って、その人が書いたんですよ。で読んで講義1年聞いて眠かったですね。もうほとんど聞いてなかった。もう全然面白くなくて、何言ってんのかよく分かんなかったですね。覚えてもないし。で真面目に教科書買ったんですけど、古本屋にいっぱい並んでたし、眠るために行く授業ってありましたからね。まあ大体寝てましたけどね。どの授業も大体寝てましたけど、大きな講義室、講義、大講義室の授業なんか。眠るために、よく眠るために哲学の授業受けてんだから、どうしようもないですね。もうでも、日本においての哲学なんて夜、よく眠るためのよくわかんない呪文みたいになっちゃってんで、日本語で読んでも日本語の意味をなしてないしですね。そんなもんなんですね。これだ、まあ、ヘーゲル哲学なんて読めば最たるもんですけど、何書いてあるかわかんないですからね。なんか眠りの魔力がこもってますよ。で、まあ、ツラトスラは、こういう眠りを解いてるだけです、まだ正直だって言うんですね。まあ、彼らもでも結局もう横たわってると。もう教えることもなく眠り始めるっていう皮肉を言ってるんですけど、スラトスラ賢者の話を聞きながらですね、まあこいつアホだと、こいつは眠りの哲学を解きながら寝始めるだろうと思うんですね。まあこういう皮肉の効いたお話でした。まあよく眠るのが得だって、結局何、誰が聞いてもよくわかんないこと喋ってですね、夜よく眠れればいいんじゃないですかぐらいの話になってるとですね。あ、で、あとさっき欲望の話をしたんですけども、その金持ちっていうか、富裕層、お金持ちが天国に行くのは、象が針の穴を通るより難しいっていう聖書の言葉なんですね。あれを読む、あれからお金をいっぱい持つのは良くないってキリスト教の人は思っちゃうらしいんですけどね。まあその斎藤ひとりさん面白いこと言ってましたけど、あの針の穴から覗いて象を見れば、象、まあラクダでしたっけ、ラクダか象だか見ればですね、それは針の穴を取ってるんだって、そうやって考えれば通れるって言ってましたけどね。だからお金持ちになることを否定してはいけないって言ってですね、言ってましたね。まあそういう考え方もあるかと。針の穴にラクダですね、確か。まあちょっと僕も聖書のちゃんと読んでるわけじゃないんで、また読みながら解説したいなと思いますけど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。まあ、よければグッドボタン押してください。以上です。